こんにちは、横田岸です、この放射能対策会員ですけど、僕自分のために作りました、正直。で、その自分のために作ろうと思ったきっかけが、2つありまして、まず1つが友達、僕の関東の友達が実際に家族全員が、自分もその人も彼も含めて調子が悪くなったという話を聞いた後に、僕の美容師の方が、関東のお客様が、放射能敏感だとかいうふうに言って、これ肌見てとか言われたらしいんですけど、で関西に引っ越してきたと。その話が2つ、立て続けに僕の中で入ってきたので、なんか調べようと思ったのと、あともう一つがですね、斉藤ゆとりさんが、自分も楽しくて、自分も良くて、お客さんのためにもなって、そして世の中のためにもなって、神様も丸くれるようなことをしたら何でもうまくいくよというようなことで、なんかそういうような神的っていうか、なんかそういう仕事っていうか、そういう取り組みっていうか活動をしたいなと、ずっと思ってました。そうした時に、なんていうのか、僕放射能って自分の中で自分運がいいから、こんなん大丈夫だよと言って、チェルノブイリ5年後ですよね、がんとかがすごいいっぱい増えてくるので、2011年プラス5で2016年で、世の中の流れ的にも多分放射能問題ないんじゃないかなとか、あと自分もついてるから全然そんな大丈夫だろうというふうな、何の根拠もないことでほっといたんですよ。別に興味がないっていうか。だけど、実際にそういうような話もインターネットだったらいくらでも聞いてたけど、実際に僕の周りで起きてきたと。じゃあ、インターネット、ちょっとインターネットではなくて実際に聞いてきたんで、自分が調べてみようと、自分がその情報を手に入れようと、実際に本当のこのリアルな世界でちょっと考えてみようと、思いました。ちょっといろいろ情報を調べてみようと。で、自分のために調べました。で、もともと僕の自分のためなので、すごい怪しいものとか、すごい怪しい情報とか、アイテムとか、情報、まあ何でもいろいろあるんですよ、方法とか。だから無料であなたにプレゼントっていうわけにはいかないんですね。本当だったらプレゼントしたいんですけど、いろんな人たちがいて、女子高生、女子、中学生、じゃあなんで女子ばかりなんじゃなくて、高校生とか小学生、中学生とか、インターネット見てる人っていろいろね、おじいちゃんおばあちゃんまで、その中でいろんな人がいて、して風評被害になったりとか、いろいろ面倒なことになったりとか、それも話題が放射能なので、あんまりご迷惑をおかけしたくないし、変な噂も立ちたくないので、この有料にして、有料会員にし会員制にさせていただきました。何か、本当にピンときたい、これ面白そうだなとか、これちょっと知りたいなとか、横山さんが言うんだらというように僕を信用してくださって、そして、最低条件として自己責任でその情報を、選べるとか、使ってなんか文句言うんじゃなくて、自分で、自己責任でちゃんとできる人のみの、有料会員とさせていただきますので、楽しんでいただければと思います。で、僕の弟がですね、ビックリマンシールでこういうくれたんですけど、ミスタースケットっていうね、こういう、こういうようなミスタースケットみたいな、人になれたらいいなと思っております。以上です。ありがとうございます。